はい、ファイアエンブレム無双風化雪月圧でやっていきたいと思います。毎回ちょっと噛みそうになるんだよねはい、ということでですね、ストーリー進めていきますよ。ブロンダーズの戦い、はい、まあ、レベル的には全然大丈夫なんじゃないかなって、どうした名士殿、何か気になることでもあるのか。ああ、いや、なんでもない。さあ、ぼちぼち主戦場に到着だな。何、どうしたんだろう。ミルディン大橋を越えれば激しい迎撃にさらされるものと覚悟していたが、ベルグリーズ伯は小細工なしの総力戦で勝敗を決したいようだ。見ろ、すでにグロンダーズ平原に布陣して俺たちを待ち構えているぜ。守りを無視した攻撃陣形、兵の塊一つ一つが巨大な魔物のようだ。レスターに攻め寄せた帝国軍も手強いと思っていたが、これは格が違うか。なんだローレンス君、膝がカクカクしてんぞ。怖えのか。怖えのか。バカを言うな、これはただのむしゃぶりだって言うよね、みんなね。その怖がってる、ね、今回もいるみたいだぞ、ジェラルト傭兵団。だるいね。ええ、今度こそ灰色の悪魔を討ち取ってやるわ。私はあの傭兵団の団長に用がある。直接話ができるといいんだけど。ジェラルトを知ってるの。私の師匠なんだ。行方が分からなくてもう何年も会ってなかったんだけどね。もちろん師匠が相手でも手は抜かないよ。戦って私の成長を見てもらうつもりだ。あの団長相当強いわよ。死なないでね。まだ叶わないって分かったら逃げるよ。それで勝つまで挑み続けてやるさ。傭兵団も要警戒だが、俺たちが狙うべきは総大将のベルグリーズ伯だ。腕に自信のない者は決して近づくな。必ず私が討ち取ってくれる。あんたが頼みだ、ゴルストさん。じゃあぼちぼち開戦するか。マジマリアヌさんで討ち取ってやろうと思ってたんだけど。中部隊の配置、これ大事じゃない。ペトラのせ、ペトラさんいらっしゃる。ちょっと絶対これは、定期的に投入する。どうしよう。なんか銃2個やるとさ、銃になっちゃうじゃん。ってなると、こっちかな。これかな。これで行こうか。あれ？操作キャラが3人しかいない。待って、ベルナデッタさんめっちゃ強いやん。ちょっとマリアヌさん厳しめだな。はいはい、行きますか。イグナーツくん、どうしようかな。でもさ、レオに出してあげたいんだよな。よし、いっちょやるか。そうなのよ、せっかくならね、出してあげたい。じゃあこのメンバーでいきましょうか。はい、大丈夫かしら。いろいろまあ不安は残りますよ、正直ね。俺たちの目標はベルの出番。
いいけどな。こっちをもう操作するよ私。よーし、ヘルナちゃんはとりあえず突っ込んで。うん、さすがに手は抜かないから。よーし、いっちょやっと腕の筋肉に。まあ、こんな突っ込ませていいのかどうかっていうね、ところはあるけど。よし、エルグリーズ博ただ一人。まずは前線の砦を抑えちまうぞ。戦います。砦を抑えちまう。はい、兄さんどこ行っちゃったのかな。あ、やだやだ、単独行動なんて。そうなのよ、兄さんはどこ行ってしまったの。エルグリーズ博との戦いに備え、所詮は体力を温存したいとおっしゃっていたのだ。大丈夫だとは思うが。本当に大丈夫。おしゃれ。オッケー、終わったよ。どんどん砦を落としていっちゃおう。落としていっちゃおう。エルグリーズ家の軍も大したことないな。これならいけるよ。本当にいける。大丈夫。みんな来てるけど大丈夫なのこれは。ちょっと待って、マリアヌさんはどこに行かれた。下に一緒に行ってるんだね。オッケーオッケー。いたいた、ちょっと何嫌な感じ。本当おい、上苦手なんよな。うん、上苦手なの困ったな。誰かヒルダちゃん、じゃあ上にサポートにいてください。こっちは頑張ります。強え。まだ生きてる。なんてやつなの。しぶといったらですね。痛い痛い痛い。何してくれてんの、痛いな。痛い痛い。いや、いなくていいわよ、あんなやつ。あんなやつ出ちゃった、ごめん。好きなのに。ね、原作主人公なのに。こんな日が来るとは思わなかったんだけど、私、原作主人公にこんな冷たい発言をね、する日が来ようとは。そこ落とさないと。ちょっと待って、こっち、オッケー。強すぎてちょっと怖くない。まあそれはね、帝国軍がこんなに弱いはずないわよね。なんか来るのかな、この後。それ向こうも脳なしじゃないからね。これはただのアーチャーを攻撃するんじゃないかわいそうでしょうが。みんな集まっちゃってるの、これ大丈夫？不安だわ。うん、開かないかな、ここ。開かないわね。
あ、上か。上、誰が行った方がいいんだろう。一人しか行けないわけでしょう。ベルナレッタさんは下がるからダメ。私に任せといて。行って。私この辺をちょっとウォーキングしてるから、最低。行きなさいよってね。私が行くより早いかなと思って。ベルナレッタさん行っちゃうの？あ、よかった、一緒にいる。あ、ラファエルが制圧してくれた。ありがとう、ラファエル。どうも手応えが怪しい。戦力を温存している気がするな。失礼した。モニカだ。モニカ・フォン・オックス、陛下の命により同盟軍を打ち払います。え、モニカ倒そう。どうやっていけばいいのこれ。モニカを撃破せよ。私の出やはり兵を伏せていたようですね。でも今の勢いなら突破できるはずです。そうよ、関係ないわ。何？ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。失礼します。マリエヌさんもそこそこ戦えるでしょ。頑張って。これならどうでしょう。味方の砦が狙われているようです。背後を取られる前に対処しましょう。ペトラさん、ちょっと待って、ペトラさん来てしまった。敵勢いづくいます。不意打ち、勢いそぐできます。できます。あかん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 。マリアナさんはちょっとペトラさんを。失礼します。これな、彼女の確か帝国の従属はブリギットの姫。こちらに作りを解けば、あるよ。ここ通すできません。めっちゃいるんだよな、メイジ鬱陶しい。早く、こいつを早く倒したい。こいつ早く倒してモニカのとこ行きたい。やってみます。不安だわ。頑張って、マリアヌさん頑張って。でもいいダメージ与えてるよ、うん、はいはい。私今日戦い方考える必要あります。凍らせれるのマジで優秀。え、マリアンさん強くない？冷静に。はいはい。よし。ペトラ、お前にも背負ってるもんがあるよな。うん。ここで死んでいいのか。ちょっと待って、どこ来てんの？私、命つなぐ、選びます。うん、この辺倒しとかないと。痛い痛い。ちょっと待って、本当にやめてくれない？
け。どこ行ってんの？これで後輩の憂いは立てたでしょうか。でも順調じゃないですか、ちょっと順調すぎるんじゃないかってこと。モニカさん死んでいただきます。どこモニカ、モニカ明治しかいないんだけど。なかなか手強いんじゃないか、強いのかって。なめんじゃないわよって。できませんね。よし、モニコバリ。勝負は預けておきましょう。まあ、どこに預けるの？預けなくていいですよ別に。うん、出た。怖い。何その武器。やりおる。だがここは帝国領。いつまでその優勢を保っておれるかな。え、帝国軍は開けた平原で迎え撃つ算段か。覚悟はしてたが間近で見ると圧巻だな。あ、もうベルナレッタさんが。ちょっと待って。私に任せといて。よし、片付けに行くわ。よし、一方での筋肉にでき。ウチャだろ、ベルグリーズ博を誘い出せればいいんだが。ひらめいた。頑張れ頑張れ。戦場南東にいる帝国省の撃破に向かってくれ。覚悟くらい。西側にも敵は大勢いるようだが。頑張って。聞いてくれ。敵将を撃破したら手柄は全てホルストさんが挙げたことにする。レスター最強の巨人ホルスト現るってのを。なるほどね。大々的に知らしめるんだ。うわすごい、大騒動大騒動。んで様子見はもう十分。これ以上黙って見てはおれんな。ここ開いてない。私もそろそろ動くぞ。少し休んでて。違う、マリアナさんになって。ベルナレッタさんはここホルストの配送に注意せよな。明治倒した。私に任せといて。空いてない、空いてないのか。じゃあまあほっとこう。これはこっちね。あれ誰、拠点兵長ちょっと倒すわ。ちょろいんで。はいはい、うわきつい。ここの敵、味方が敵将を撃破したら全部ゲンさんの手柄にしろって。ほう、なるほど。私の名を使ってベルグリーズ博を誘い出そうという策か。ああ、そういうことか。やっとどういう作戦なのか分かったわ。ベルナレッタさん行くよ。このなんかトリッキーな動きいいよね。好きだな。で、まだまだいるからな。帝国軍などこのホルスト・ジリスバルト・ボネリルの敵ではないわ。本当敵ではないわ。予想以上にやりおるな。やっと敵が来たか。うわ来た。戦略ごとぶっ壊してやろう。最悪。怪人ジェラルトは出てきている。灰色の悪魔は敵陣の奥にいるようだ。奥にいる。そんじゃジェラルトを先に攻めるか。
味方が苦戦してれば灰色の悪魔も出てくるさ。ジェラルトアロイス、ジェラルトとアロイスね、どうしようか、誰が行く効果的じゃないな。アロイスさんはユータちゃんで行けばいいと思うよ。私に任せといて。こうだよね。よし、片付け。東側が騒がしいな。ここにベルグリーズ博いるんだ。どうした？もっとかかってくるがいい。大軍をよこさねば、この私は止められんぞ。みんなが着いたらとりあえず交代するわ、凍っちゃった最低。さんごめん、どいて。師匠、私のこと覚えてるか。とにかく今は勝負、勝負だけどな。あ、ちゃんとよかった、レオニーのことを認識してくれた。これで誰だとか言ったら悲しいもんね。この程度の苦戦など苦戦のうちに入らんぞ。本当？めっちゃ死んじゃったよ。こうなっては引くしかあるまい。まだだ。よし。私も戦います。うわ、マリアンヌさん一人で。待って、マリアヌさん、みんないるから大丈夫、みんないるから。あぶねえ。俺らに戦わせて帝国最強の武人とやらは何をしてやるんだ。まあ、そうなるわな。どういう状況？大丈夫？凍って、よし。もう何が起きてるかわからない、本当。凍って。どんな強敵も凍ってしまえばこっちのもんなのよ。ワードとしてはすごいよね。マリアンヌ、ジェラルトを撃破。ジェラルト傭兵団が引いたぞ。さあ、鍵欲しいな。鍵取っといて。灰色の悪魔はどう動く。二人が敗走したのか。仕方ないね。あ、来たよ、仕方ないねってほら。嘘でしょ。こんなすぐそこ？地下？奴の動きも封じる。砦？ここでいいの？砦って。あ、来た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 、怖い。来たよ。え、強っ。ちょっと待って、怖っ。これの出番ね。ちょっと待って、強すぎない？
とそれの声。私は出ればいいの、外に。今だ、砦の門を閉じてしまえ。あ、よかった。やってみます。倒さないのね。だからあんな強かったんだ。しまった。ジェラルトがやられて冷静さを欠いたか。これで勝負をお預けね。あとで必ず決着をつけてやるわ。どうしよっかな。マリアンナさん、だいたい苦手なのがね、ちょっと辛いとこですね。仕方ないわよね。でこっちね。で配送してる。待って、いいのこれ。ベルグリーズ博いらっしゃるけど。あ、そう、誰か宝箱まだいけないとこだった。いや、すごいよ。ベルナデータさん大活躍よ、本当に。制圧したけど。え、来た。ガールズに向かってそんなパンチやめてくれる。あ、制圧されたんだけど。最低。ちょっと待って、許せん。ちょっと待って。よーし、いっちょやって。腕の筋肉にやってやるぞ、この野郎。さて、さっさと落とそうか。マリアナさん。そんじゃここを攻めるとすか。あ、でもマリアナさんのサポートがあれば全然。やだやだやだ、すごいやだ。ちょっとこの人強いね、やっぱり。固くね、制圧したから。よし、いっちょやろう。皆さん、あとはお願いします。は？は？嘘でしょ。お前さ、私許さない、さすがに。いや、マリアーヌさん倒してくれた、どういうこと？確かにマリアーヌさんには不利な相手だったけど、にしてもじゃない？うわ、最低。やべ。これ挑んじゃダメな相手、もしかして。なんかそんな気がしてきた。逃げたい逃げたい。逃げ道。これダメだよ、挑んじゃダメだって。さすがに、さすがに強すぎる。びっくりした。それマリアーヌさんお亡くなりになるよ。初めてだよ、僕お亡くなりになったの。どうしたらいいのこれ。少し休んでて。操作キャラ2人よ。やっていける、大丈夫。あ、何、あー、そこを撃破すんのか。ここだって話聞いてなかった。うん、どうしよっかな。頑張れベルナデッタさん。あーちゃんも死にそうだよ、もう。頑張れあーちゃん。
頼むよ、うん、私が使うわ。回復アイテム落ちてるといいんだけどな。回復が結構ピンチよ。でもさ、倒すべき時じゃないのにあれだけダメージを与えられたっていうのは誇れることだよね。何？やべ、回復ないのきついな。割ってないのないもんね。あるある、まだ割ってないのあるぞ。おい、ありがたい。これはありがたい。これもね、多分最悪だと思うよ、評価。よし、制圧。敵将、ホルストの進軍が止まりません。レオポルト閣下、救援を願います。ホルストだと？払われたか。ならばわしが相手をせねばなるまい。カスパル、ここは任せだ。これで戦うのね。負けんじゃねえぜ、親父。俺もホルストと戦ってみて。ちょっと勝手に動かないで。ベルグリーズ博が出てくるようですよ。食いついたか。次はベルグリーズ博をうまいこと砦に引き込んでくれ。なになに、砦？戦うなってことね。ついてきてる、おじいちゃん。来てる。怖い。まだ倒す時じゃないのね。私さ、ちょっと血気盛んすぎるよね。戦おうと戦おうとばっかしちゃうから。この間にこれちょっと制圧しといてよ。この手を試して。よしよし、一気に落とすぞ。戦ってないよね。ホルストよ、ちょっと。ホルストの勝負をしようか。こっちこっち。相手となってやろうではないか。こっち。ねえ、こっち。このホルスト、いつでも受けて立つぞ。兄さん。ちょっと。勝手に受けて立たないで、ちゃんと砦に支えたらんだよ。こっち。こっちね、本当にさ。入った、入ったよ。あとは砦の門を閉めてしまえば。早くベルグリーズ博から離れましょう。閉まった。砦に入ったら、今だ、門を閉ざせ。いいのこれで、大丈夫？わし一人相手にこの大仕掛けか。だが、戦場に眠る獅子が一匹と思うな。これで厄介者二人の動きを封じたぞ。あとは帝国軍にドカンとかませば勝利だ。親父が動けねえってんなら、いよいよ俺の出番だな。来るぞ。カスパル君は仲間にできんのかな。帝国軍の頭上に矢の雨を降らせるというわけか。よし。兄さん、クローバ君のあの適当な指示でよくそこまで解釈できるわね。できるわね。まずい、格好を見失ってしまった。周辺の砦を手当たり次第に殴れ。なに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 、起きてるの。この手を試してみるか。よし、やっ、よーし、お手の筋肉に。よし、やっちゃうよ。よし。お前、同盟でやってきてんのか。まあいい、敵になった以上容赦なしだ。ごめん、終わっちゃった。カスパルさん、許して。大丈夫、倒したよ、うん、同じ相手に何度もやられるってのはきついぜ。
なんかいる。なるほどね。これは弓放題を奪われたか。カスパルめ、まだ青いな。青いなって。さすがにまずい状況だね。どうにかして砦を脱出しないと。今もう出てこないでほしい。あなたはこれで木は熟した。全軍でベルグリーズ伯を撃つぞ。嘘、マジ。同盟軍の急戦隊は達人揃いだ。彼らに弓砲台を使わせれば効果が上がるかもな。効果が上がるかもな。他の者は無理をしなくていい、はい、ベルグリーズ伯はこの私が撃ち取る。ここだな。ホルストさん操作したくない。急戦隊任せたぞ。キャッパス100中の腕前を披露してやれ。やだやだ。いや違うのよ、アイテムを取りたいだけなんだけどね。この人全然強いね。ベルグリーズ伯を探していた敵将はみんな倒せたみたいだよ。 OK。 でコラボがどこにあるの。レオポルト・フォン・ベルグリーズ。あったあったあった。ここにあり。来るがよい。どこにいるの。え、来たんだけど。何あんた、なんで私のことストーキングしてんの。怖いんだけど。私を殺すには力が足らぬな。弱速よ、来世を主に祈っておれ。この人言いたい方だ。帝国最強を歌われるだけある。だが私も負けはせぬぞ。どうやベルナデッタさんにやられる気持ちは。おそんなの仕込んでたんだ。噂以上の男だな、K は。まったく、貴殿は噂通りで困るな。無念だが、いつか決着を。その首預けておいてやろう。ごめん。同盟軍はどうやら引くようだ。無理に追う必要がない。でも勝ったのはそう。てか戦ってないよホルストさん。私のホルストさん全く戦ってない。みんな。まずいことが起こった。この戦場は何まずいことって。中心、灰色の悪魔が砦を脱し我が軍の別の砦に攻撃を仕掛けています。は、どういうこと。くそ、背後を取られるのはまずい。全力で灰色の悪魔を撃て。撃ちます。ちょっと無視しないでよ。ベルグリーズ伯にも取らぬ難敵だぞ。ちょっと気を引き締めてかかる。なんで無視するのずっと。自分の仕事はまだ終わっていない。他の人では手に負えないだろう。灰色の悪魔は君がやるしかない。私がやるのよ。言われなくてもそのつもりよ。ベルダネッタさんが頑張るのよ。これは面白いじゃない。その方が深井。いやきつい。いいんじゃない。うん、ちょっと行かないでよ。なんで無視すんの。ちょっとあんたさっきは無視しすぎよ私のこと。
一生無視してくるんだけど、撃ってんだけどな、私も撃ってる。本当？最後になるの？今日こそあなたを倒すわ、灰色の悪魔。ちょっと画面が見えない。どうなったのこれ。これ私はね、ベルナデッタさんが倒すことに意味があると思ってる。面白いでしょ。よっしゃ、ドーン。まだか。私が決めたい、私が決めたい、私が決めたい、私が決めたい。あれ使えるのか。不遜が過ぎるぞ、小さき者よ。いや、お主は地主どもの末か。いずれにせよ、我が器を壊そうというのじゃ。お主の玉は塵となる定めよ。よく転がるのは小さき者よ。じゃが今の君では勝てない。逃げるんだ。逃げられると。お主何を。おい、こっちだ、早く来い。どういうことなの。クロード、ごめん、また負けちゃったわ。ありゃ、どうやら本物の悪魔らしい。まともに相手をしてもバカを見るだけだ。今は引くぞ。状況が大きく変わってな。悔しいが、勝負はお預けだ。わかった、引くわ。ダメージがえぐい。良い経験を得られたな。もっと強くならね。戦力の底上げになるかな。また一つ力を得た。お、いいね。めっちゃお金もらえたね。やった、ペトラさん嬉しい。使いたい。即刻使いたい。名手殿、撤退命令とは何事だ。もう一押しではないか。ゴネリル公より旧使が来た。パルミラの連中が動き出したようだ。何、規模は。2年前の襲来よりも大掛かりって話だ。一刻も早く戻らないとまずいことになる。2年前よりも。あの時も確か100年ぶりの規模だったはずじゃ。父は常に東方の動きに目を光らせてきた。その父が言うならまず間違いはない。ゴネリル家と周辺諸侯の留守兵力を集めても
大した数には間に合うんですか？余裕はないが、そのためのフォドラの首飾りだ。突破には時を要するはずだよ。こうしてはいられない。私は先に行く。名手殿、後の始末を頼むぞ。ああ、俺たちもできるだけ急ぐ。それまで何とか支えておいてくれ。大変なことになったもんね。みんなも退却の準備だ。早く戻らないと帰る家がなくなっちまうぞ。これで灰色の悪魔と会うことはしばらくなくなりそうだ。勝ったと思ったのにね。そうだね。あんな力を隠し持ってたなんて。けど私もあなたから力を借りてたのよ。言い訳はできないわ。そういうものかな。そういうものなのよ。あの力一体何なのかしらね。突然人が変わったみたいに凄まじい力だったわ。計らずも僕の言った危険性が証明されてしまったみたいだね。だけど僕は信じているよ。君ならあの悪魔を撃てると。そのための協力は惜しまない。共に勝利をつかもう。ええ、もっと力をつけて、いつか必ず。けどこれほど力の差を感じさせられると不安にもなるわ。相手は傭兵なのよ。私みたいに同盟で雇っちゃうとか。雇う？それは味方につけるということかい？あの悪魔を仲間に。ええ、やっぱり無理かしら。いい案かと思ったんだけど。え、割といい案じゃない。戦争に勝つためには時にはそういう手段も取らなくちゃって思って。なるほど。相手の力を目の当たりにして勝てそうもないと思ってしまったわけだね。そうじゃないわ。強いからこそ味方にしたらぐっと勝利に近づくでしょ。君が本心からそう思っているなら構わないのだけれど、心配しなくていい。君はもっと強くなれるよ。僕が保証する。大体私は簡単に目標を放棄してはダメだ。ラルバを未だに信用してないんだけど。君が望みを果たすことこそが僕にとっても一番なのだからね。怪しい。怪しいわ、ちょっと。ただの器の分際で妖邪魔をできたものじゃな。わしは始まりのものソティス。フォドラに住まうすべてのものの祖であり、母である存在じゃぞ。始まりのもの。ここはどこなんだ？何故わしがお主の問いに答えねばならぬ。え、仲悪くない？まあよい。ここはわしの玉座よ。座りたければ座るがよかろう。代わりにその身はわしが使わせてもらう。お主が拒むことはできぬぞ。身を使う？何を言ってんの？もたよりお主が邪魔をせねば、あの者なぞ一息に切り捨てておったものを。それにしても気になるものじゃった。再びまみえ、わしが罰してやらねばなるまい。お主にわしの力は使いこなせぬのじゃ。よいな。いや、よくない。ソティス、君は一体。おい、何を寝てやがる。やっぱりどっかおかしいのか。調子はどうだ？大丈夫だと思うけど、わからない。変な夢を見たよ。夢だと？昔見てたと言っていたやつか。ええ、初めて言葉を交わした。たわけが。夢なぞではないわ。どうした？知れ者め、わしの声はお主にしか聞こえぬわ。やはり調子が悪いみたい。髪の色も変わったままだし。瞳の色もな。一体何だってこんなことになっちまったのか。戦いも負けみたいだしな。さっさとおさらばしてどっかで休養でも。ほーん。大丈夫。戦場に身を置いた方がいい気がするんだ。剣を振っていればすぐ調子は戻るよ。任せて。お前がそう言うなら。だが何かあったらすぐ言うんだぞ。同盟軍は引いたか。まだ戦えたであろうにな。どこからか九死を受けてのことです。同盟領内で返事があったと思われますね。となればパルミラが動いたと見るべきか。2年前といい、
何やらパルミラの動きが活発になっているんでしょうか。今の王が即位してから20年は経ったか。代替わりか、あるいは。それで俺たちはどうするんだ。追撃するのか。ならぬ、黙って見送ることだ。けどあいつらは撤退する帝国軍を壊滅に追い込んだじゃねえか。こっちだって敵の退路は当家の穀倉地帯。戦えば燃えるのは帝国の食料よ。それに連中は焼くことのできる畑を荒らさずに引いておるではないか。その恩を仇で返すことなどできぬわ。あら素敵ね。そうか、そりゃ仕方ねえか。軍務卿、私は陛下の元に戻ります。事の顛末を報告しなければいけませんので。うん、任せたぞ。わしからもことづてを頼む。同盟とやり合うのは。同盟とやり合うのは飽きたと軍務卿がそう言ったのね。ね、誰。はい、まあ飽きたというよりは認めたみたいな感じでしたけど。やれやれ、勝手に敵を認められても困りますな。矛を収めるのも寝首をかくのも全てはエーデルガルト様の判断することです。あの戦バカにはいつも困らされている。兵からも覚悟をした方が良いですぞ。これまでと変わらず内務卿に抑えてもらいたいものですがね。私の言うことなど聞いているようで全く聞いていないよ、あの男は。だが妙な直感だけはとにかく当たる。つまりだ陛下、私は同盟との休戦を強く提案いたします。そうね、フェルディナントがデアドラ攻略を失敗した時点で私も考えていたわ。今は王国側に戦力を集中すべき時、同盟の武力制圧は諦めた方がいいと。武力はですな。木を見てクロードに使者を送って、パルミラ相手に負けなければだけれど。帝国軍を打ち破ったのです。よもやパルミラに負けはしないでしょう。軍務卿にも伝えた方が良さそうですね。同盟軍の苦戦を聞いたらパルミラ相手に戦うためすっ飛んでいっちゃうかもしれませんし。さすがにそんなことは、いえ、わからないわね。では内務卿、彼が動いてしまわないようにあなたが文面を考えて。光陵の将、誠の王は、グロンダーズの戦いを優勢に進めていた同盟軍であったが、予期しないパルミラ軍襲来の方に撤退を余儀なくされる。2年前よりさらに大規模な軍勢で攻め寄せたのは、雪辱に燃えるパルミラの王子シャハド。存亡の危機を迎えた同盟軍であったが、名手クロードにはある秘策があった。なんだろうね、秘策って。なんとか間に合ったが、まだ本格的な戦闘は始まってないようだ。みんなすまない、帝国領で戦った直後に強行軍でここまで来て、またすぐ戦闘だ。パルミラ襲来の可能性は考えてたんだが、ここまでの大軍は予想できなかったよ。だから私は帝国領への侵攻には反対だったのよ、なんてね。誰だってこんなこと予想できるわけないよ。仕方ないって。私もそう思います。優しい、マリアンヌさん。幸い帝国軍の追撃がなかったおかげで兵力も温存できていますしね。たっぷり肉を食わせてもらったし、お出は元気もりもりだぞ。エドマンの辺境泊の支援で食料も備品も不足ない。まだ十分に戦えるだろう。全て結果論だがな、下手をしたら俺が見誤ったせいで同盟の滅亡さえありえた。難しい戦略は全部あなたに任せきりなのよ。感謝こそすれ、文句なんかないわ。結果論でいいじゃない、こうして救援も間に合ったんだしね。そういうことだ、早く行こうよクロード。よし、ごちゃごちゃ考えるのはやめだ。
とにかく今はパルミラの撃退に集中しよう。帝国軍に動きはないか。こう静かだとかえって不気味だね。有名とどろくダフネルの列女にひるんで攻められんのかもしれないな。いやだ。おやエルヴィン、あんたも冗談を言うんだね。冗談なものか。現に私はあなたが近くにいるために帝国に同行できずにいる。悪人ぶるのも大概にしなよ。あんたほど同盟に尽くしてきた人はいないだろうに。買いかぶらないでもらいたいね。私が大事なのは同盟ではなく自領の民だ。だとしても立派な領主様だよ。いや、もう領主様じゃないんだっけね。今の私はしがない隠居貴族だ。これからは気楽にやらせてもらうさ。気楽にね。帝国軍が攻めてきたらそうも言ってられなくなるよ。何、その心配はあるまい。同盟と戦争を続ける気があるならもうとっくにこの地を攻めてきている。先の一戦を経て帝国軍は方針を変えたのだろう。王国と同時に相手取るなど愚行だと同盟の強さを感じて理解したのさ。まさか帝国が攻めてこないと踏んで大橋の守備を進んで買って出たのかい。さて、やれやれ、小賢しい隠居貴族だね。お褒めに預かり光栄だよ、ジュディット。いきなりいける系？そういうこと？ちょっと待って、ね、あ、まだマップいけないんだ。とりあえずみんなとお話ししないとね。さていやちょっとでも厳しくないですかね。え、気絶しそうなんだ。かわいい。頑張れ。でも多分、あ、出れた。あ、外伝出たって。へぇ。でもこれいきなり、もうここなんですね。それそうだよね。ストーリー的に。まあでも次回は外伝をやりましょう。うん。みんなと話しつつ外伝やりつつって感じですね。上級職ってか、待って、そうだ、あれだけ見とこう。終わる前にペトラさんってどんな感じですか。日々の訓練が勝負を分けますよ。ペトラさん、ペトラさん今盗賊やられてらっしゃるのね。うん、レベルアップ、みんなレベルアップしとく？みんなレベルそこそこ高いけどね。リアルとこにちょっと低いな。うん、そう、こういうことしてるとお金がね、なくなるんだよね。よし、ということでですね、今回はこの辺で終わりまして、次回、外伝やっていきたいと思います。うん、バイバイ。